し。ひげがボーボー。さあ今日は8月15盆休みあっという間に最終日です。実はね、あの12日ぐらいから僕ずっとね下痢しとってからね、原因不明の下痢になってしまって、で昨日も14日も本当はね、あの向かい灘に帰ってちょっと動画撮りますわって言ったんですけど、それもできずにね、ずっと昨日もね寝たきりでした。お腹痛くて、そうじゃけ13日の夕方に最後夕方娘を迎えに行った動画撮って、それで終わっとったんですよね。そう、昨日俺なんか動画撮ったっけな、ね、昨日その動画上げたもんね確か。そうなんですよ。でまあじゃけね、今日多少まだちょっと下痢はしょるんですけど、体は元気になったんでね、まあ最終日ぐらいちょっと動こうかということで、今日はねあのこの後、向かい灘帰ってちょっと動画撮ろうかなと思ってます。まだあの家にね子供たちがいるんで、今あの銀行に行くんですよ、銀行強盗しに。そう、銀行強盗して一回家帰って、でまあいい時間になったら向かい灘行こうと思うけど、まあこの足で行ってもいいんですけどね。もうあダメじゃん、小豆ゴルケダメじゃん。いずれにせよ小豆を一回家に連れて帰って、そっからになるか。まあ子供たちはまだ行かんって、いや連れてかんでもええし、今日言うのがね、あの飯食いに行くんですよ、じいじとばあばと。夕方ちょっと早めに、そう結局ボン合ってないけんね一個も。なのでその前にちょっと撮ろうかなと思ってます。まあ子供たちっていうのはもう今頃の子はさ、じいちゃんばあちゃんち行くより自分ちでゆっくり撮った方がいいんでしょうね多分。もう部屋から全然出てこもんね、部屋から全然出てこん姉ちゃん二人は。息子はあれでもね、まあゲームしたり、外に昨日はちょっと遊びに行ってましたね。夕方4時ぐらいから外に遊びに行ってましたけど、あやばい、お話しとったら行き過ぎてしまった言わずさっきのとこで曲がらない喧嘩あったのに、からあずきのせいじゃ。あずき、あずき、あずきちゃんが一緒に行きたそうにしとったんでね、ちょっと連れてきたんですけど、まああずきがおるだけで絵になるよね。ね、親父が一人でダメって運転する動画よりは。いやこれこっちだったかな、これ全くこの間通った道じゃわ。おうよ、ベルファイアドライブ動画で通った道だわ。今んとこ右じゃったの多分。小豆のせいで道間違えたわ。銀行がねないんですよね、家の近くに。ヒロギンが、ほんで俺ねあれなんすよ、ヒロギンのキャッシュカードがないんですよ。なんかそう、元嫁さんとねお別れした時にね、あのキャッシュカードを渡されてないんですよね。もうなかったんか知らんけど、通帳しか渡されてなくてね。そうでだいぶ前にね、去年ねヒロギンに行ってね、ちょっと僕のね名字がちょっとあの普通の字じゃないんです、あのそうちょっと変わった字なんですよ。なんちゅうんかな、なんか何か一文字足りない字とかあるじゃないですか。そう、点がないとか、そう、それなんですよ。だからね、新しく通帳作った時に印字されないんですよね、機械で。だからわざわざ窓口行ってからね、毎回手書きで作ってもらわなきゃいけんのです、あの通帳の表の名前のところをね手書きで記入してもらわなきゃいけんでからね。で窓口行ってやるんですけど、その時にねちょっと待たされとる時にね、
言われたんですよ。あのアプリなんかがありますけどどうですかって言われて、そうそうアプリ作られませんかって言われてね、あのスマホでなんか全部管理できるんでしょ、ヒロギも今頃は。ああつって、いやでもいいですつって、それにするのになんか5000かなんか3000かなんかかかるって言われて、それはしませんでした。で結局ずっと通帳でやりくりしてるんですけど、やっぱカードがないとね、いざとなった時にねちょっと不便ですよね。やっぱよっしゃ、ちょっと銀行強盗してきます。どうした、えーってた、ちょっと行ってくるよ、いい子して待っとってね。やばい、ぶち込んどった銀行が。お待たせやじちゃん、疲れた、めっちゃ混んどった。カメラまだ回っとるかな。はい、よいしょ、帰ろっか、よいしょ、いい子して待っとった。ちょっと後でカメラで小豆ちゃんがいい子しとったか見てみようかな。今日ね、よう考えたらあのまあ8月15日でしょ、年金が支給される日か、あの老人がめっちゃ多かった、8人待ちでしたね。僕が行ってすでに前に7人おって、僕が8番目で、でさらにそっから僕の後ろに 4,5 人並ばれてました。やばーと思ってね、10分ぐらいかかったかね。いやいやいや、いろんなあの通帳2枚握りしめたおばあちゃんとかね、おったしね、うん、あ旦那さんと自分の分かなとか思ったりねしながら見よったんですけど、しゃ帰って、じゃあ今から帰ってちょっとひげ剃って、顔洗ってひげ剃って歯すって、ぼちぼち向かい灘の方行こうかね。うん、今日その動画が出せれるかどうかは分かりませんけど、夕方ね徳川行くんで、まあ、出すとしたら夜かな、夜8時9時9時ぐらいになるかな。出せなかったら、追いつかなかったら明日出そうと思いますけど、はい、とりあえずこの動画は、その予告と、はい、まあ、あとはあずきとドライブしたよっていう、そういう動画ですね。あの、あずきちゃんシートベルトが反応してます。楽しい？お外見るのが。川を見よるね。
でした。お腹すいた。窓開けてろか。今週の日曜日にシャンプー行ってきます。あずきちゃんは。ほら窓開いたよ。あらほら外の空気吸いんちゃう。